明治通報一円紙幣明治通報とは明治時代初期に発行された政府紙幣である。日本では西洋式金札術による初めての紙幣として著名である。またドイツのフランクフルトにあった民間工場で製造されたことからゲルマン札の別名がある。明治維新により新政府が成立し1869年明治政府はオリエンタルバンクと 家幣鋳造条約を結んだ、他方、母親戦争の軍事費を出費する必要もあり、大量の紙幣が発行されていた。紙幣は、大乗観察、府検察、民部省札、川瀬会社札など、江戸時代の反札の様式を踏襲して官民が発行した、多種多様で雑多なものであり、偽造紙幣も大量にあった。松方正義は1870年、 福岡藩の大乗観察観察を発見したとされている共通通貨、円の導入とともに近代的遮蔽の導入が必要であった。当初日本政府は新遮蔽をイギリスに発注する予定であったが、北ドイツ連邦のドンドルフナウマン社からエルヘイト突破による印刷の方が偽造防止に効果があるとの売り込みがあった。その上技術移転を日本にしてもいいとの条件もあった。 近代的印刷技術も獲得できることもあり、北ドイツ連邦最小ビスマルクは7月に、不屈戦争を開戦したが、大蔵卿、大北加藤は10月、ドンドルフナウマン社に旧建種額面5000万円分を発注した。1871年に岩倉使節団が、数年間の欧米査察に出立し、3月には岩倉ともがビスマルクと会見し、廃藩置県翌月の9月、 大倉省に紙幣市が創設され、数週間後に観光量が合併して紙幣量が発足した。12月にはドイツからドンドルフ・ナウマン社政策の紙幣が届き始めたが、この紙幣は安全対策のため未完成であった。そのため、紙幣量で明治通報の文言や大倉教の印などを補って印刷し完成させた。なお当初は、 明治通報の文字を100人が手書きで記入していたが、約1億円分、2億枚近くもあることから記入に、年数がかかりすぎるとして、木版印刷に変更され記入していた5万2000枚は、廃棄処分された。明治通報は1872年4月に発行され、民衆からは新時代の到来を告げる斬新な紙幣として歓迎され、雑多な旧紙幣の回収も進められた。同年、 紙幣量の頭に渋沢栄一が就任し、また大上官製印書局が創設された。しかし、流通が進むにつれて、明治通報に不便なことがあることが判明した。まずデザインがすべての額面で同一であり、額面が異なっていても、同じサイズや近いサイズものが多かったため、それに付け込んで額面を変造する不正が横行した、ほか、偽造が多発した。また、 紙幣の用紙が日本の高温多湿の気候に合わなかったためか、損傷しやすく変色しやすいという欠陥があった。また同年には、藤田組、眼殺事件も発覚した。ドンドルフナウマン社は1873年10月9日、日本政府の財を担当者に、明治通報製造のための設備投資により、経営難に陥ったこと、そのため設備を売却したいと申し出た。同社は、 オリエンタルバンクと取引していたが、この時ロンドン本店から、横浜支店に、同社の製造費用等の支払い請求書が送付され、同義に横浜支店はこれに、大久保利道京と、吉田清成商保の書管を添えた上で、大倉省へ送付している。1874年には、ドンドルフナウマン社にあった、明治通報の原図や原版が日本に引き渡され、 技術指導の技術者の派遣も決定し、国産化へ移行した。また、北海道開拓士だったアメリカ人のトーマス・アンチセルが、1975年からは来日した元ドンドルフ・ナウマン社のエドアルド・ギヨス・ソーネも、紙幣量の技術指導に当たった。折しも1877年に勃発した西南戦争の際は、明治通報が莫大な軍事支出に役立つこととなったが、 1881年には改造紙幣にとって変わられた。デザインは縦型で、鳳凰と竜をあしらったものであった。日本の貨幣紙も参照受選権は1887年6月30日、それ以外の権は1896年の国立銀行紙幣の通用及び引き換え期限に関する法律等により、1899年12月31日をもって、 法的通用が禁止され廃止された、新帝国議会の協賛を経たる、国立銀行紙幣の通用及び、引き換え期限に関する法律を採下しここに、これを交付せしむ、漁名漁事明治29年3月7日、内閣総理大臣公釈、伊藤博文、大蔵大臣施釈、渡辺国武法律第8号第1条、 国立銀行紙幣の通用期限は明治32年12月9日とす。第2条国立銀行紙幣を所持する者は、前条期日の翌日より換算し、万五か年内にその引き換えを政府に請求すべし、前項の引き換え期日をかぐるときはすべて所持人の損失とす。第3条本法は官名または平穏査点にかかる、国立銀行の紙幣にはこれを適用せず。 明治通報のデザインは後に、軍票、台湾銀行券、第一銀行券の製造にも踏襲して使用された。また軍票は、昭和時代の日中戦争初期まで、このデザインが使用された。裏面には、基番号が印刷されているが、記号はひらがな1文字ないし3文字。投資番号は、関数字で印刷されている。投資番号の桁数は多くは4桁だが、10円券の一部では5桁。 二円券と一円券の一部では6桁のものが見られる。明治通報の100円券や50円券は現存数が数枚程度しかないと推測されており、取引例はほぼ皆無なので相場価格がない。それ以外の券も古戦市場で全体的に高値で取引されている注釈出典。ありがとうございます。